マイビは、マレーシアの自動車メーカー、プロデュアによって製造される小型ハッチバック車である。ダイハツ工業と、トヨタ自動車の共同開発者ダイハツブーン、トヨタパッソをベースとする小型ハッチバック車である。2005年の発売以来、マレーシア市場で累計48万7400台を販売し、2006年から2010年まで5年、連続ベストセラー車となっている。 マイビが登場した2005年には、マレーシアのもう一つの自動車メーカーである、プロトンからも、同クラスのハッチバック車であるサビが発売されたが、マイビの販売は、サビのそれを大きく上回り、プロドゥアを2006年以降マレーシア市場最大手に押し上げる、原動力となった。2005年5月発売。初代ブーン、パッソーをベースに開発された。エンジンは、 直列3気筒1リットル EJVE 型エンジンとベースのブーンパッソにも搭載される直列4気筒1.3リットル系 3VE 型エンジンの2種類が用意され1リットルエンジンには5速マニュアルトランスミッションのみが1.3リットルエンジンには5速マニュアルトランスミッション及び4速オートマチックトランスミッションが組み合わせられる特別使用者の スペシャルエディションも用意され、専用バンパー、サイドスカート、スポイラーなどが装備される。イ日は、マレーシアの自動車雑誌、オートカル、アセアンの、カー・オブ・ザ・イヤー2005、2006を獲得している。2008年8月22日には、マイナーチェンジが行われ、フロントグリル、フロントリアバンパー、ボンネット、ダッシュボードのデザインなどが変更された。 同年10月10日には、マイナーチェンジ版のスペシャルエディションも発売され、ヘッドライトには、ブラックアウト化が施された。ただしスペシャルエディションは1.3リットルエンジン搭載車のみに、用意される。また、2007年4月からは、ダイハツブランドでのインドネシアへの輸出も行われており、ベースである分の海外名である、ダイハツシリオンとして販売されている。 インドネシア以外のシリオンとは異なり、ダイハツの CI を装着している他は、前日と共通のデザインとなっている。なお、インドネシア仕様のシリオンは1.3リットルエンジンのみを搭載する。2011年6月16日発売。二代目ブーン、パッソをベースとするが、エクステリアおよびインテリアは、 プロドゥア自身によって手掛けられ、ベース車とは大きく異なるデザインが与えられている。エンジンは、当初直列4気筒1.3リットル計 3VE 型エンジンのみがラインナップされ、これに5足、マニュアルトランスミッション及び4足、オートマチックトランスミッションが組み合わせられた。プロドゥアでは、月間8500台の販売を目指すとしている。翌7月にはインドネシア国際モーターショーにて、 新型ダイハツシリオンとして発表された。2011年9月には SE とエクストリームの2グレードがラインナップに加わった。いずれもアルザと同じ1.5リットル3セーレシ VE 型エンジンを搭載し1.3リットル車とはグリルやバンパーなどのデザインが異なる。2017年11月16日にフルモデルチェンジ。従来はブーン。 パッソの姉妹車であったが、今回は、プロデュアがデザインを手掛けたオリジナルのスキンが与えられ、社格的にこれまでの A セグメントクラスから一転し、今回より B セグメントクラスへ昇格する形となった。日本国外のモデルとしては初めて、スマートアシストを採用した。エンジンは1.3リットルおよび1.5リットルを搭載する。 2018年2月13日インドネシアで新型ダイハツシリオンとして発売された。ありがとうございます。